感覚分析は感覚器官を通じて製品やサービスがどのように知覚されるかを測定できるようにする一連の技術と方法です。したがって感覚分析は飲み物、食べ物、環境、化粧品、衣類、広告、モデル、音楽、アクセサリー、公共、車、家具、アパートなど人と相互作用するあらゆるものに関係する可能性があることは明らかです。さらに彼はそう言います。明らかに官能分析は製品やサービスを評価するために使用できる唯一の技術ではありませんが、他のどの技術よりもユーザーの複雑なニーズを満たす商品の能力をグローバルに検証できる技術です。